オット・ルーニングは、米国の作曲家。米国における、電子音楽の先駆者の一人であるとともに、現代音楽界の発展に、多大な貢献をした。1990年、ウィスコンシン州ミルウォーキー生まれ。名前からわかるように、ドイツ系である。祖父は、テノール歌手。父は、ピアニスト、作曲家、指揮者であった。スイスのチューリッヒで、 フェルッチョブゾーニとフィリップ・ヤルナファに支持して作曲を学ぶ。1918年、ブゾーニから電子機器を使った作曲の可能性について教えられる。1920年米国に戻り、その後、アリゾナ大学、コロンビア大学、ジュリアード音楽院などで教弁を取る。1950年代初期にコロンビア大学でウラジミール・ウサシェフスキーと共に、 電子楽器と磁気テープを使った音楽表現の研究を行い、これが後にテープ音楽と呼ばれるものになる。1959年にはコロンビア・プリンストン電子音楽センターを設立した。ルーニングは米国における電子音楽の先駆者として、また現代音楽界の重鎮として様々な活動を行っている。 その中でも米国音楽センターの創立メンバーの一人であり、かつ、初代会長として、米国の現代を音楽の発展のために、精力的に活動した功績は大きい。ルーニングは、電子音楽以外にも、フルートなどの吹奏楽器のための作品を、多数残している。彼の名を高めたテープ音楽は今日では、作品として鑑賞されることは、ほとんどない。しかし、 叙情的光景や伝説曲などの前衛色のない作品は今日でも商品として演奏されることも少なくない。また、エミリー・ディキンソン、ジョージ・ゴードン・バイロン、ウィリアム・ブレイクなどの詩につけた初期の歌曲が知られている。ありがとうございます。